チェイサーで参戦することは決定いたしました。後半のゴルフ25で JTCC の方が本決まりと言っていたのになぜまだ出てこない。まあ開発および制作が遅れておりまして、いつになるか分かりません、ごめんなさいということで、編集部にもですね4000通にも満たないようなたくさんのハガキが来ておりますのでチェイサーどうなったんだみたいなね、まあ、JTCC はさておき、まあ、チェイサー人気というのが非常に高いので、もうそこそこですね、各チューニングショップでもチェイサーが煮詰まりつつあるということで、今回はチューニングカーのチェイサーを集めましてですね、その一台一台をチェックしてみたいなと思います。 JTCC が待てないチューンドチェイサー筑波激走バトル。まずはノーマルがチューニングのベースとしてどうかチェック。使いやすいね。旧型の方が俺はジャジャ馬で好きだけど、新型もねなかなかいいですよ。これエンジンがおとなしすぎるね。もうちょいなんとかしたいな。でも足からだな、やっぱり俺がやるとしたらやっぱこの足、もうちょいね、もうちょいこうロールを少なくしていくというか、ロール減らしていくね俺はね。濡れてきたな。濡れた路面でなかなかの好フィーリング。これならチューンドカーもかなり期待できそうじゃん。サーキットをターゲットにしたチューンドチェイサーが集結した。まずはディーラーで買える最強仕様 TRD チェイサー。とりあえず車庫調の、前後5段、あとブレーキ強化、フロントがスグワキャリパーと、あ、キャリパー変えてんの？キャリパーローター変えてます、うん、でスリット入れて後ろとかバランス取ってますん で、うん、であとは、まあ、あとディーラーで変えるエアロ仕様ということ で、はい、で高速での安定性とかそうなんです。エンジンはノーマル。ノーマル、全くのノーマル。ブーストは全然ノーマルです。あ、そう、はい、了解、よろしくお願いします。ちょっと乗ってみたいと思います。お、なんかミッションカチッとしてるんだこれ。あ、クイックシフト。嘘つき、クイックシフトが入ってるこれいいよこのミッション。おお、ディーラー仕様にしてはド迫力のエアロじゃん。あ、いい感じいい感じ。これいい足だよね。これほんといい足。ブレーキもなんかすっげえ安定してる。足を変えたことによってコーナリング速度が多少上がってるから回転の落ちも少ない。だからすぐ吹けるようになってくる。ああ、これはいいや。これは思ったよりいい足。カチッとしててね、これは立派だな。立派立派。足なんかいいよ、すごくしなやかでね。クイックシフトもなかなかいいし、そうです、ね、うん、アパレルメーカーとは思えないいい車を。まだ言ってちゃんと作ってるじゃないですか。ちゃんと作ってる、ちゃんと作ってる。これはねおすすめですよ。2番手はコンピューターチューニングのパイオニアマインズ。解析が難しいトヨタ16ビットコンピューターをいち早くチューンアップ。給排気系とコンピューターだけでどれだけレスポンスを追求できるかというテーマで仕上げてある。これスムーズに吹き上がるね。お、これはいい感じだ。ちょっとフロントが逃げ気味かな。もうコントロールの領域の幅がある足だねこれ。うん、ブレーキはね、いやあれ効かねえやっていうぐらいその動力を必要とするんだけれども、温まるとちゃんと効いてきますからね、レース用みたいな感じで乗るといいんじゃないかな。乗りやすいなこの車。これはあの K オフィスサスペンションとして売ろう。お気に召してもらったみたいで。コントロールの幅があるね。ありがとうございます。ああ、もうとにかくね、その切ってちょっとフロントの接地感が甘いぐらいだけれども、
そのなんていうの、限界付近のコントロール性の幅がね、他のがこのくらいだとしたら倍ぐらいある。そのくらいこうコントロールしやすいっていうかね、限界でだよ、限界でコントロールしやすいね。これは丸です。そして iMac、 マインズと同じ給排気系とコンピューターのみのチューニングだが、ピークパワーで勝負。足回りは3車中最もハードなバネに唯一18インチの組み合わせ。しかし車ができたのがこの取材の前日。今回が全くのシェイクダウンだ。これは ABS なしですね。これは速いよ、もしかしたら。トルクがあるな、5、6000あたりの。雨は上がってますからね。あ、デフだな、空回りしてるのは。デフが空回りしてるのかな。リアのトラクションがちょっと弱いかなっていう感じはするかな。でも回答性はこれが一番いいかな。シェイクダウンにしてはグッドなパワー。こいつをバトルで活かせるか。デフが甘いですね。あ、じゃあノーマルなんですね。そうですね。そこまで時間がなかったです。まあ、メカニカルなデフ入れるといいんじゃないかな。パワーがね、逃げちゃう。あ、そうです。もったいないです。立ち上がりでね。あと こちらのコーナーで、コーナーの立ち上がりでアクセル踏むと内側だけホイールスピード来ちゃう。あ、してるんですか。なるでしょう。それとあれですね、すいません、はい、ありがとうございます。でも、まあ、バトルだベイビー。はい、お待たせしました。 JZA100 新型チェイサーのバトルですが、待ってねえよ。あ、待ってますか。いやいや、みんなハガキがいっぱい待ってます。それで、土屋さんのライバルになるですね、皆さん、ドライバーはこちらの方たちです。はい、はい、ちょっと指示がなかったです。まあ、俺の乗る車がねえじゃねえか。いやいやいや、あの、土屋さんのですね、乗る車に関しましてはですね、今こちらを用意しています。エスプリゴだね、これ。エスプリゴ、なんと600馬力中にエスプリゴということで、600馬力。どうも、おはようございます。おはようございます。マイカさんです。おはようございます。よろしくお願いします。これが俺の乗る車ですか。ええ、そうですね。これが600馬力。今日はね、まあ、580ぐらいです。含まれていくので。それでですね、まあ、楽勝だな。土屋さんの独走をちょっと許してしまっては皆さんがちょっと面白くない。 GT500 クラス、300クラスみたいなもんだな。ちょっとですね、違う、もう一台のライバルを用意しましたので、ちょっとライバルにご登場いただきたいと思いますけども、せっかくこれが何年ぶりに表彰台に登れるかと思ったら、なんかゲロ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 、はい、お、ライバル HKS 号に RS のドライバーが乗ってる。おはようございます。すごいね、これは。お願いします。いや、あの、編集長に強く乗れと言われたもんで、ただ単に、はい、これがね、HKS 乗って面白くないですね。ちょっとやっつけてやりますか。ぜひ、お願いします。そうですね、はい、じゃあ早速この5台でバトル行ってみたいと思います。はい、まさしくライトチューンとフルチューンの混走バトル。スターティンググリッドはライトチューン3台をフルチューンの2台が追うという形。すぐに追いついちゃ面白くないってことで、フルチューンは30メートル後方からのスタート。さあスタート。注目はライトチューン3台の加速勝負。パワー志向の中谷 iMac が飛び出す。あれら、フルチューンの2台がもう追いついちゃったよ。リプレイはトップをゲットした中谷 iMac。誰も譲ってないのにみんな行っちゃうのはどうしてだ。と言っているうちに土屋エスプリが迫る。パワーだけじゃなくてね、足もいいですよ。うわ、こんなとこで来ないでください。
わいそうな葵ちゃん、一周もしないうちにビリになっちゃうの。直線が若干遅いだけ。前では土エスプリが飯田マインズに仕掛ける。がしかし飯田マインズは簡単には抜かせない。サイドバイサイド、これ諦めたな。飯田諦めないね。余裕のドリドリは2位に浮上。さらにオリド HKS がドリドリに続く。飯田マインズベンチ。オリド HKS 3位にアップ。レース2があるとちょっと弱くしてね、インドシトしちゃってるの惜しい。オリダー来てますから、ブレーキを優しくいこうかな。最後の最後まで土エスプリに迫られたトップの中谷イメックは必殺中谷シフトで逃げまくる。タイヤがグリップが悪い。雨降ってきちゃったよ。早く抜いとこう。ウェットになればなるほどハイパワー車には辛い状況。ドリドリは早めにオリダーを引き離す作戦に出た。コーナー立ち上がりでフルチューンクラスは超オーバー。それでもオリド HKS はうまくインに立ち上がって土屋エスプリを追う。LSD 強くすればこれ勝負できるけどな。もう降ってきた降ってきた。早くもなんかおかしくなってきたな。そういえばさっきの一夜ピンでも火の出方が異常だったね。あ、エンジンが調子悪くなっちゃって。なんだ。おお。雨のためパワーが落としました。4速で行こう。3だとね、オーバーが強すぎるかな。やべ。やべ。中谷アイメックのスローダウンで飯田マインズは3位、大井 TRD が4位にアップ。残り2ラップ、フルチューンの2台の決着はまだついていない。もっと雨強くなってきたからね、真剣にやらないとこれやばいぜ。中谷アイメックは残念ながらリタイア。本降りになった雨と中谷アイメックの出したオイルで路面はもうズルズル。ここからのドライビングが見どころ。今のうちに逃げよう。これね、直線だけじゃなくてね、コーナーもいいわ。これ本当にコーナーいいよ。これオリダーはスーパードリコン状態。オリダーの立ち上がりを見たドリドリもドリフト走行に切り替えた。いいぞ。そしてなんと飯田選手までも加わってきた。イエーイ。もう取り組んじゃないんだから。このパワーがあったらね、コーナーってすごい扱いにくいはずなんだけど、でもね、扱えちゃうんですね。この辺がエスプリマジックとでも言いましょうか。いい車作りますね。
今日は見せ場のなかったおいちゃん、最後にかましてくれ。ドカンと出たサイドドリフト。こんなことしかできませんけども。オッケーよ、オッケー。チェッカー、土屋エスプリが逃げ切ってゴール。雨の中、皆さんお疲れ様でした。まあ、最初はね、スタートして、はい、あの折戸と一緒に後ろからこう見てようと思ったら3台、うん、こいつなんか目が三角になってきたから俺は早いうちにちょっと勝負かけようかなと思って、で先頭は中谷がいたから中谷の車のチェックをしてたの。そしたら雨がね、強くなってきた。これは早いうちに勝負をかけて逃げよう。パワー関係なくすればコーナーとかも全く対等に戦えるし、で乗り心地もいいんですよ。だからそのまんまの状態で、あのワインディングとかどこでも気持ちよく乗れるかな。ただエンジンがね、なんか昔がシングルターボで今はツインターボっていう感じじゃないですか。フィーリング的に言うと昔の方が気持ちいいってやつ、あの手が今のにあればノーマルパワーでも十分かなっていう感じはしました。走ってる感じだとね、なんかあのクルージングしてる感じなんですけど、まあ、あの足の方がね、もうちょっと煮詰めればかなり良くなるんじゃないかなって感じで、エンジンの方は、まあ、ほとんどノーマルに近い状態なんで、まあ、ブレーキと足で助けられたかなって感じですね。でもすごく乗り心地よくなる、いい感じで、まあ、これからどん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 速くなるんじゃないかなって感じですね。エンジンノーマルでライトチューンっていう割には、エンジンは今ライトチューンなのにすごいパワー出ちゃうのね。びっくりしちゃった。だから足回りもライトチューンで合わせらんなくなっていく。エンジンはライトチューンで足回りしっかりやんないとバランスが取れなくなっちゃってんじゃないかな。まずちょっと追い上げてた HKS のゴルドさんからちょっと追い上げてた。いやいや、あのすごくあの車乗りやすいです。もうエンジンはパワーあるんですけど、もう全然下からブルーブルーっとフラットに来るし、で足回りもそんな先としようとかじゃなくて、普段本当になんとか街乗りできるような感じなんですけど、今全体すごくバランスよく乗りやすかったですね。パワーあるんだけどパワーそんな感じないみたいな。まあだからそういう部分ではね、あのチェイさん舐めちゃいけないね。ボードはセダンだからっていうことはないね。これサーキット行ってね、今みたいにもう 5,6 周走ってもなんともないでしょ。10周走っても多分なんともないよこれ。スープラ用のキャリパーとローターついてるから、だからこれ GTR なんかかもっちゃって。じゃあ7月の JTCC ね、ここがちょっと楽しみなんですけど、セさんとぜひ、まあ、あの JTCC に乗れなくてもですね、こうやって毎回あのいろんなチェイサーを持ってきてここでバトルした方が楽しいかなと思います。ということでチェイサーはバッチリさっきとでも楽しみです。